時刻は4時を回りました。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その半生を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聴いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。本日はシンガーソングメッセンジャーの中山俊水さんにお越しいただきました。俊水さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日ははい、こちらこそ。俊水さん、すごいハードですね。あの全国ツアーのスケジュールを見ると結構はいですよね。今回は結構例年にはしてでしたすごいですね。僕もちょね、先ほどちょっとお話ししたんですけど、はい、息子が大分に住んでる時があったんで、はい、車で福岡から大分に移動することがあったんですけど、今回のツアーの日程見ると、はい、熊本から大分行って佐賀とかむちゃくちゃですよね。うわ、もうめちゃくちゃ大変だなと思って、まあ、それだけね、各地域で俊水さんの歌を待ちわびてる方が多いなっていうことで、たくさん感じることができました。ですよね、はい、で2018年にも沖縄コンベンションセンターで、はい、1万5000人を魅了する、はいね、そうなんですよ、大きなイベントがありまして。すごいですね。これがホールデビューだったってことですか。そうですね、ホールのデビューは初めてになります。そうですね、コンベンションで歌ったのは初めてです。すごいですね、はい、で俊水さんとは、3年ほど前に、はい、宗志郎さんの、ねはい、イベントの懇親会で、はい、少しだけちょっとご挨拶させていただいたんですけど、それ以来俊水さんの、ね、ご活躍を、ね、時々見させてもらってすごいなって思ってました、ねはい、今実際にどういう活動を、ね、されているのかって、はい、軽くちょっと自己紹介していただけると、はいはい、ありがとうございます。ラジオを聴きの皆さん、私シンガーソングメッセンジャーとして活動しております中山俊水と申します。岐阜県出身で7年前に沖縄にやってまいりました。今は沖縄県を中心に日本全国回らせていただいて、あとは台湾にもツアーに行って活動させてもらってます。主な、活動拠点は沖縄南部なんですけど、はい、はい、サーフィンとあと2匹の子猫とあとは2人の子供と、はい、奥さんと、もうたくさんの家族に囲まれて、仲間に囲まれて幸せな日々を送っております。はい、ですね、すみません、ありがとうございます。幸せ自慢になってしまいました。ありがとうございます。ありがとうございます。好転ストーリーなんで、今が不幸だとちょっと。そうですよね。そうですよね。お一人で願いますからね。そうなんです。今の幸せね、つながるストーリー、転換期ってたくさんあったと思うんですけど、はい、思い起こして、まあ、たくさんね、はい、転換期あったと思うんですけど、はい、一つ挙げるとしたら、はい、どこにあると思います？そうですね、僕の大きな転換期は7年前の2012年の1月16日に僕沖縄に来たんですけど、はい、その沖縄に来たことが何よりのやっぱり転換期、転換ターニングポイントになったなって感じてます。なるほど、はい、沖縄に来た目的っていうのは何なんですか。はい、沖縄に来た目的は僕はアメリカに留学してたんですけど、はい、その時期から大麻マリファナをたしなむようになってしまって、はい、で日本に帰ってきてからもずっと使っていたんですよね、うん、でもミュージシャン諦めたくなかったし、捕まりたくなかったので、うん、やめようと思ってやめるんですけど、はい、でももうその頃には依存が始まっていて、精神的な依存が、はい、で、まあ、そこで見つけたのが今もうないですけど、はい、脱法ハーブとか危険ドラッグって言われるものに手を出して、はい、まあ、法の目をかいくぐってるものなので、うん、捕まりはしないんですけど、うん、まあ、厳密にはというか、うん、まあ、なんですけど、やっぱり化学物質なのですごく体にもダメージがあったし、うん、精神的にもものすごいダメージがあって、うん、本当こう生活がままならなくなっちゃったんですよね、仕事することもそうだし、人間関係もそうだし、うん、何よりやっぱ大切にしてきた音楽活動も本当できなくなってしまって、うん、自分でチャンスをもことごとく自分で潰すっていうようなもう生活になってしまって、もう本当に生きることも生きることも死ぬことももうできないような、本当に半殺し状態で
それをもうずっと自分でこうなんですかね、自分の首を絞めては楽にして自分の首を絞めてはってその繰り返しで本当に苦しくて、で精神病院にも3回入ったんですけど、でもうやみきれなくて、もうこれいよいよ自殺するかどうしようかもうそういうぐらい、それぐらいもう何度も死のうと思ったんですけど、そういう状況の中でもう生きれないな、もうどうすることもできない、お手上げって段階で自分の両親だったり周りの友達が沖縄にとてもいい施設があるよということを教えてくれて、リハビリに行こうと思うことができたんですよね、まあ、辞めれるって思ってなかったんですけど、正直無理って思ってたので、はい、何やっても辞めれなかったので無理だと思ってたんですけど、沖縄に来て1年半入寮させてもらって、琉球ガイアさんっていう施設があってですね、でなんとかそこで立つことができて今7年目になるんですけど、すごいですね、はい、そこが一番大きな転換期になりました僕にとって。はい、その沖縄に来た時はもうご結婚されてたんですか？いや、その時は出会ってはなくて、単身でこっちに来たんですけど。なるほど、はい、で治療をしていく中で何がやっぱり苦しかったですか？そうですね、ありがとうございます素敵な質問。一番苦しかったのは手放すことというか無力を認めるということが、今まで自分のなんか思った通りにこう生活をしてきて、で自分でなんとかなると思ってたんですよね、全てのことは自分の力でなんとかなるもんだと思ってたんですよ、でもそうやって思ってるってことは要するに薬物も自分でコントロールできるっていうふうに思ってるってことなんですよね、でも僕たち依存症者っていうのはやっぱり依存物質依存対象に対してコントロールが効かないので、自分でなんとかできないんですよ、絶対に、だそこをまず認めることが、自分はもう薬物依存物質依存対象に対して無力なんだと、もうどうすることもできないっていうことを認めることから、まあ、治療が始まっていくんですけど、そこを認めるところが一番苦しかったですかね。あ、そうです、はい、大きいですね、はい、結局施設に入って、同じようにして辞めてる仲間がいるんですけど、はい、俺はお前らとは違う俺の方が軽いんだと、はい、全然俺の方が立派な人間だぐらいなこう壁を作ってたんですよ、でもそうするとやっぱ人間関係全然うまくいかなくなって、それで苦しくなって僕は再使用してしまうんですよ施設内で。そうなんですか。そうなんですよね。でそこで初めて気づいたんですよ、お前らと違うと思ってたのに、そのお前らよりも僕はなんていうんですか、薬にこうもう侵されてコントロールできないって。なるほど。そう、彼らの方がよっぽど僕よりもこう生き生きして生きてる、先行ってる人たちなんだなってことに気づくことができて、もう助けてくださいと、なんとか僕もうやめたいんですってことを、まあ、ここの底から思える言えるようになって、そこからですかね。だからそこまで苦しかったです。そう、人間のやっぱ強さってやっぱ認めて、もう地にもう落ちるところまで落ちないと、もうずっと足がねブラブラした状態だと立つに立てないっていうのがありますよね。で先ほどおっしゃってたように、僕の友人でもアルコールの依存症の方がいらっしゃるんですけど、彼もやっぱり一定期間やめられたから一杯ぐらい大丈夫だろう、俺はやめられたんだっていうことでまた繰り返す方が多かったんですけど、いらっしゃるんですけど、春水さんは一回ね、それをまた、再使用して、でもがき頭を下げてから、その後からも確か治療っていうのは進みました。やっぱりそうですね、やっぱり気持ちが変わったので、なんかそこで初めてやめれるかどうかわからないけど本当にやめたいと思ったんですよね。なるほど。そうそうそう、自信はないけど、でもやめれたらいいなって、やめたいなって、そのために何ができるかなって考えられるようになったんですよ。でそのなんですか、教えを、そのスタッフだったり施設長だったり仲間に請うことができたので、何やったらいいですかって何やったら僕は治療進みますかって、回復、まあ完治はないのでこの時は、もうずっと僕も今も施設通ってますし、仲間とフェローシップ取って回復し続けてるんですけど、完治はないんですけど回復し続けることができるので、なるほど、その回復し続けるためにどうすればいいですかって、心の底から手を伸ばすことができたのがやっぱり大きかったなと思います。この謙虚の姿勢っていうのはやっぱりね、人に前に進む力をやっぱ与えてくれると思うんですけど、でその治療してる間っていうのはミュージシャンとしての活動は、止めてたんですね。そうですね、施設長にもそこは、まあ、やっぱ強く言われて、手放した、一旦手放した方がいいと、でそのタイミングでもう一回
立ち直ることができたタイミングというか、うん、立ち続けることができるようになったタイミングでまたやったらいいんじゃないかと、うん、なるほど、もう焦る必要ないよって。でもめちゃめちゃ焦るんですよねもう失った時間いっぱいありますから、はい、もうめちゃめちゃ焦ってて、うん、まだですかまだですかそんな感じでだったんですけど、まだまだまだと、はい、でもそれが帰ってよかったなって。うん、治療に、まあそうですね、専念できた、自分に向き合う時間っていうのは大きいですね。でこれをミュージシャンとしてあの、はい、立ち、もう大丈夫だろうって思ったっていうのはどんな時です、はい、そうだな、正直そのもう大丈夫っていう感覚が今もやっぱなくてないんですけど、はいはいはい、ただ、うん、そのもう一度歌えるかな、あ、なるほど、そういう、こう、感覚になれたのは1年半、そうですね、入寮して1年半経ってその中で徐々にって感じですかね。で2年3年それぐらいのあたりですかね、沖縄に来てから、うん、そこら辺からもう一回やっぱ音楽やっていきたいってより強く思えるようになったタイミングですかね。なるほど、はい、で一旦ですねここで CM 入れさせていただいて、はいはい、後半でですね、まあ、ミュージシャンに、はい、復活してからのお話と今日はまた1曲歌っていただける、はい、そうなので、ぜひよろしくお願いします。はい、曲の方もお届け していただきたいと思います、はい、じゃあ一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか。伊佐交差点近くの大型ビジョン、デジタルサイネージなら交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他軽がヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー、長浜モーター。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ後半です。前半ではですね、春水さんが沖縄に、来られたきっかけとして薬物依存の治療のためということで、治療している時の葛藤とか、心の動きなどを、聞かせていただいたんですが、後半ではですね、春水さんがその治療に専念している間、一旦、大好きな音楽を止めてそれを復活した時のお話からちょっとお聞かせいただきたいんですけど、はい、長い間やっぱり、活動を中止してると、はい、うん、またゼロからスタートだと思うんですけど、そうですね、はい、でましてやあの、ね、遠く離れた沖縄での、はい、再スタートなんで、はい、周りに知ってる方も多分 ね、いないと思うんですけど、どういうふうにスタートされたんですか。今それ初めて僕多分 ここ最近それ考えてなかったんですよ、純也さんに言われるまで、はい、そうですよね、よく頑張りましたね本当ですよね、本当ゼロからですもんね、はい、で今すごく周りでねサポートしてくださる方とか仲間が、はい、すごく熱い仲間がたくさんいらっしゃるじゃないですか、はい、そこをやっぱり引き寄せる魅力っていうのもあると思うんですけど、最初何をしたかってちょっと疑問になって思ってですね、僕の中で一個ターニングポイントになって、もう一個一つターニングポイントになったのは、はい、今日歌わせてもらう Beautiful Life っていう曲を、はい、書いたんですよね、はい、その時に、本当に苦しかった思いだったり、これからこうやって生きていきたいとかっていう思いだったり、うん、あとは仲間への感謝だったり、支えてくれた両親や弟への感謝だったり、うん、そういった思いを歌にすることができたんですね、うん、今までずっと十何年って音楽やり続けてきて、うん、で好きなことを書いてたつもりでいたんですけど、はい、その中に親のこと、弟のこと、仲間のことを書いたことなくて、正直、はい、でやっぱその大きく自分の中で変わったことがあったんですよね、価値観というか、うん、自分まで大切に本当一番重きを置いてたものがガラッと崩れ落ちて、はい、全てで一からそれを作り始めていったみたいなのがあって、それまでは僕ノーミュージックノーライフだと思ったんですよ、はい、かっこいいじゃないですか、はい、音楽ないと俺は意味がねえんだみたいな、はい、そうやって思ってたんですけど、もう全部崩れたので、で一から作り直した時になんか
音楽があって大切なものがあるんじゃなくて、はい、なんか人生があって、はい、大きく人生があってその中に、うん、その横に、うん、あの大切な家族だったり友達がいて仲間がいて、うん、でそこの横に音楽があるだけだなと。だから別に音楽がなくなったからって言って不幸になっちゃうとか生きていけないとかじゃないなと。なんでノーライフノーミュージックだなと僕は思って、はい、思えるようになったんですよね。なるほど。 そこからなんかすごい なんて言うんだろう、あの答えになってますか。大丈夫です。そこからすごく変わったなって思います。はい、それが大きなまた転換期になったし、あのそういう気持ち経験を通してこのビューティフルライフが生まれて、うん、その曲に僕背中すごい押されたんですよね、はい、自分の曲に自分で背中を押してもらったみたいなのがあって。なるほど。はい、やっぱりこの気づき、実はあの、ね、不幸だとか自分が満たされてないと思ってた中で、はい、実は周りで支えている家族だったり、はい、周囲に目を向けた時にもともとそこにあったっていうのを気づくっていうのはすごく大きいと思うんですね。そこから、まあ、あのスタートしていたっていうことなんですが、はい、今ねあのお話がねちょっと音楽のお話があったので、はい、ぜひちょっとここで一曲聴かせていただきたいんですけど。ありがとうございます。ちょっと、はい、ちょっとショートバージョンで、はい、大丈夫です、はい、ショートバージョンで今日お届けしたいと思います。ちょっとチンダミしてもいいですか。はい、どうぞどうぞ。ありがとうございます。では、はい、行きたいと思います。Yeah, beautiful life、 もう一度歌う理由を見つけた。 Beautiful life、 神様が未来にくれたトレジャー。 Beautiful life、感謝を与えられたから歌いたい。 Beautiful lives, my life。 虹がかかった雨上がりの空、泣きたいくらいの美しい夕焼け。こんなにちっぽけな自分に気づき、少し僕は前を向けた。当たり前にしてきたことを立ち止まって感じられてから、今ならいける気がした。もう決して僕は一人じゃないから、背中を押す仲間の声をもっと強い絆に変えて、yeah、行き急ぐ必要はないさ、今この瞬間を見つめていたいだけ。 Oh, beautiful life、 もう一度歌う理由を見つけた。 Beautiful life、 神様が未来にくれたトレジャー。 Beautiful life、 感謝を与えないだから歌いたい。 Beautiful life、言葉にできなくしべたら僕だから。Oh, beautiful life、 父さんのような揺るがない愛を。 Beautiful life、 母さんのような優しい心で。 Beautiful life、弟のように誠実でありたい。家族写真心に抱き、今日僕は開ける。 Oh, beautiful life、 もう一度歌う理由を見つけた。 Beautiful life、 神様が未来にくれたトレジャー。 Beautiful life、 感謝を与えないだから歌いたい。 Beautiful life、 言葉にできない口下手な僕だから、 yeahOh, beautiful life, life, oh, beautiful life, yeah, beautiful lives, my life. ありがとうございます。ありがとうございます。すごいですね。素晴らしい。
だからこのやっぱり曲の中で背中を押してくれる仲間だったり、はい、行き急がないとか、はい、その時の心境がねすごく現れてるなって思って、はい、ありがとうございます。はいすごい。でこの曲をスタートして、で、はい、作っていろんな気づきがあって仲間が増えてってということなんですけど、はい、活動はその時はもう沖縄を中心っていうことだったんですか？そうですね、やっていこうと思って、うん、やっぱり回復続けていくためにも仲間の存在がやっぱり大きくて、はい、で帰っちゃうと元に戻っちゃう人が、はい、やっぱ多いんですよね。あ、環境を変えるとそうなんですね。なるほど。元、例えば元のいた環境に戻ってしまうと、はい、元に戻ってしまう人もやっぱ多くて、うん、で僕はやっぱり仲間と生き続けること、仲間と一緒の時間を過ごす環境をやっぱり選んだ方が、うん、自分のためにゆくゆくなるかなと思ったんですよね。なるほど、はいはい、で考えてたらもう地元に帰る理由よりも、はい、沖縄にいる理由の方が本当増えていって、仲間もこうしてたくさん増えてきたしですね、出会いがこうやって出会いをこう生んでくれて、はい、つながり本当たくさんできてきてて、なんか地元に帰って音楽活動をやるっていうよりも、もう沖縄で根を張ってやっていけた方が自分にとっていいだろうなと思えるように、はい、本当に思えたので、はい、なるほど。で沖縄での活動がどんどん広がって、仲間が広がって、はい、今もう全国にね、はい、ツアーに行かれるようになってるんですけど、この、シンガーソングメッセンジャーとして自分の、はい、肩書きをつけていらっしゃるんですけど、はい、このツアーとかで、はい、一番何をメッセージとして伝えられてますか？そうですね、今は結構内容がというかメッセージが変わってきてて、はい、今ではやっぱりそのビューティフルライフを基本としたというか、はい、まあ、なんか逆境があっても乗り越えていけるよっていうようなメッセージを届けてたんですけど、うん、はい、もちろんそこも届けながらも幸せに生きていくためにどうやって考えてたらいいんじゃないかなとかって、うん、僕が提案できるものを、はい、伝えられるように今はしていて、うん、はいはい、幸せって何かなっていうことを問いかけるというか、うん、僕はこういういろいろな経験がある中で幸せってこういうものじゃないかなって、うん、はい、もちろんそれが唯一正しい正解ではないんですけど、はい、でも一つのこう僕がたどり着いた今現時点の答えというか、はい、こうやって生きていけたら幸せになったよみたいなことを伝えて今は言ってます。そういう気持ちで今は歌ってます。あ、はい、結構多くの方が孤独感だったりとか、閉塞感ですごく苦しんでる方が多いと思うんですね、はいはい、で何かやっぱり壁にぶつかった時に越えられないんじゃないかなとかって不安の中で、うん、不安を要は孤独を感じた時により一層苦しさが増すのかなっていうのがあるんですけど、やっぱりそういうところをね、春水さんが乗り越えてきた、体験とか、はい、やっぱり歌に込めたメッセージとかっていうのを聞いて、本当、はい、全国で力づけられてる方が多いんだろうなって、うん、今日ちょっとお話聞いて思いましたけど、うん、はい、で今度また近々、はい、イベント沖縄で、そうなんですよ、はい、あるってことで、はいはい、お聞きしてるんですけど、はい、その辺のちょっと告知とかも、はいはい、ありがとうございます、はい、12月の14日に、はい、ガンガラの谷ケーブカフェという鍾乳洞の中に、あれ素敵ですよね、世界で唯一らしいですよ、鍾乳洞の中にステージがあって、なので海外からも大物のアーティストの方たちが、はい、遊びに来るんですけど、遊びに歌いに行くんですけど、素敵な場所で、ここで僕はどうしても歌いたい、今一番僕は歌いたい場所はそこなんですね。あ、はい、ここでワンマンライブを、はい、今回の全国ツアーもう全国もう20カ所近く回ってきたんですけど、はい、その最後ファイナル、うん、ツアーファイナルで今回ガンガンの谷で、はい、ケープカフェでワンマンライブしますので、サブタイトルが、はい、ビューティフルタイム、生きてて本当に良かったっていうタイトルでやっていて、本当に生きてて良かったなって感じる瞬間がこの1年またぐっと増えて、はい、その感覚を来てくれた皆さんにも届けたいなと、はいはい、生きててよかったなって、はい、生きてるだけで丸儲けじゃんって、そうやって思ってもらえるようなステージにしたいと思っているので、はい、ぜひ遊びに来てもらえたらと思います、はい、勇気を勇気と元気とハッピーを、はい、届けます。 はい、ありがとうございますすごいね、ケーブカフェって僕もね時々行くんですけど、すごく素敵な場所で、はい、そうですね、天然の
初入道なので、はい、あのスペース限られてるんで、もしあのこの放送を聞いてる方はぜひぜひ早めにあのお申し込みいただければ、はい、あの間近でこういうね、あの春水さんの歌を聴ける、また世界に唯一のステージで聴けるっていうのは、はい、あのまたとない機会ですので、ぜひぜひあのお越しください。はい、で、あの春水さん本当はもうね、はい、今日お忙しい中、いやいや、とんでもないです。こちらこそありがとうございます。はい、あのこれからのご活躍を楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。この番組の内容はですね、リッスンラジオというアプリを使って世界中どこにいてもリアルタイムでお聞きいただきます。放送局 FM 機能案から番組名をたどってご登録ください。また繁栄軍師のホームページや YouTube 専用チャンネルには本日のゲストさんに関するあの情報へのリンクも貼ってますので、繁栄軍師で検索されてみてください。本日の繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、ゲストはシンガーソングメッセンジャーの中山春水さんでした。また来週お会いしましょう。さようなら。ありがとうございます。ありがとうございます。